そうですね、はい、はい、そこら辺はどうですか、各シングル、シングル、そう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 、はい、はい、まあ、ようやくここまで来たかという感じですね、ね、歌と一緒で、はい、じゃあ来年未成年は第1試合から、あ、それもいいですね、また始めるというね、うん、そういうのもまた、あ、まず掛かっていったな、アレクサンダースカープ一瞬に出るほど憎らしい男、松永選手結構体重あるんじゃないですか、ありますよ、ステーキやステーキやと言いながらもう練習してますよね、してますね、結構ね気まじめらしいですからね、おお、なんと攻守系に先に持っていったのは大塚、逆松永殺法です ね、目には目を、歯には歯を、松永には松永を、やっぱりなんかウイング殺法って感じにしてですね、僕ウイング見たことないですよ、ね、そうなんですか、なんかこう前日のねスポーツ陣を賑わしてたフレッドブラッシーになるというね、発言もあったように、はい、噛み殺してやるという、向こうも噛みつきますからね、さかのぼこのこの4日前にね、はい、佐山先生とも戦ってますからね、そうですね、ビッグマッチ3連戦、はい、そして4連戦ですよね、徳島がありましたからね、徳島もありました、もう本当働き詰めですね、噛んでます噛んでます噛んでる噛んでる、さあフレッドブラッシー大塚になってる、さすがですね、ここら辺はまさか自分がやりたい手をね松永選手やられてますね、ここでアレクルーサンダーになってますね、久々にそれ来てますね、うん、しかもクルーが入ってるし、ね、これだけ狂った自分を見るのも久々じゃないですか、画面で見ると、ね、はい、お嫁さんとやるとき以外じゃないですか、狂ってるの、それはどうかわからないですけども、地方でも狂う、どうですかね、ここまでのペースを乱しているのはアルフランダーを使う、すでにもう額から血が滲んでます、松永光弘、これ勝ったらステーキ屋よこせとかそういうのどうですかね、僕言ってましたよ、はい、1年間食い放題にしろと、じゃあね、もし勝ったらいけるんじゃないですか、いきますよ、ねえ、はい、でも一緒に連れてきますよ、そしたら僕と行けばただです、あ、じゃあみんな10人ぐらい行くんじゃないですか、はい、ね、ステーキ食うならアレクトっていう、じゃあ今度松永さんの店でやる食い放題とか行けばいいんじゃないですか、はい、ね、でも作戦的にはどういう作戦を考えてました、今回は、もうこの頭のしかなかったですね、奇襲はまずは考えてたんですけど、はい、それがですね、はい、これからの展開を見てもらえば分かるんですけども、点で変わってくるんですよ、血みどろにしても本当にね、はい、店立たせないにしてやるぞっていうのはないんですか、あ、あら、なんとミスターデンジャーがシェイクハンド、アメリカンナイツされた、頑張ってさ、松永光弘握手をするか、これはどういう握手なんですかね、おー、クリーンだ、クリーンなんですよ、なぜだ、うわ、ロックアップを嫌がる、さあ精神かけて鍛えたこの蹴りを出すか、松永、松永が またグリーンブレイク、どういうことですか、これでペース乱されますね、ちょっといいやつかな、というか、うん、乱されるというか、ここもう頭の中混乱してますよ、僕も。いいやつだったのかなって感じですか、だったら初めからね、どうしてって、高飛車の女がちょっと可愛い仕草したって感じですね、言うなれば、そういう見方もあります、ね、はい、おお、そして静かに場外逃げる、ちょっと不気味ですね、ミスターデンジャー降りては入る、
徐々に松永にペースを狂わされてるぞ。アレクサンダー塚、確かに VTR 見てもうその通りですよ ね、 ね、はい、ちょっと松永ペースじゃないですか。そしてこの携帯音といいね、はい、あれほど携帯切れて言ってるの。ジャーマスブラックス、これは効いたぞ。なんかしてますよあの男。またまたビッグファイヤー、始まってまだ何分、5分も経ってない時点であんなね、ジャーマン一発でラインもダウンするわけやないんですか。いや作戦にはまってね、まさか立ってこないと思ったからじゃないの君もね。そうですそうです、あれで点入ったらね、どういうことって思いますよね。こっからが松永ミスター平成のタイガーズ自身の真骨頂。うーわー、刻まれていくアレクサンダー・オスカー。これでもう翌日、20春ぐらいですか、見ましたよね、もう中と外と、はい、うーわ、滴り落ちてる。アジアパー、もう試合はまあどうにかできたんですけど、うん、もう試合終わって控室帰ってからクラクラしました、ね、うわ、特にヘンド戦の前で減量してる時じゃないですか、はい、1リットルぐらいは出ましたね。1キロ減量成功って感じですが、しかし、はい、キャンパスが汚れていく、どっちの方が心配か。うわうわうわ、レフェリーのね、服もね、テッドレフェリーの服も汚れていく。ちょっと動脈じゃないですかこれね。もう出方が半端じゃなかったですね。もう地点前見えないでしょ、見えない。うわー、そしてコブラクロー。うわー、まだ刺さり落ちる。コブラクローは反則じゃないんですか。頸動脈ですから大丈夫ですよ。喉仏じゃないですから。しかしテープしても離さないミスターデンジャー。いや本当に肉を切り刻むからごとくやってきましたね。先ほどの握手がやっぱりこうペースを乱されたというね。はい、うわ、滴れてるぞまだ。この時ね、実は右さんドクターも危ないよと言ってたんですよね、はいはい、カール投げるのが迷ったんですけどね。誰かですか、パソコンドの人たちは。しかしまだ大塚の気力は泣いてないぞ。こうしてトーラツイスト、どうですか、こう画面の自分を見て。こんなに血、ね、見ると、まさに本当に M って感じですよ。出るか、ノータッチ飛び込む。さあここでアレックコール、もう気力ですよね。はい、アレックコール聞こえましたか。聞こえました、強い。あ、リングバトラルドゥルーが場外カウントないですからね、リング内での完全決着。リングにどちらが入っていくか。うるさいですね、田辺も興奮しますね、はい、それほどの試合になってきました。リアル1位の三四郎が勝つのか、それとも平成のタイガー自身が行くのか。本部先に一撃、フィリップスのカミソリもびっくり。ああ、
わお、お客さんも迷惑ですね、カバンを。でも君の血がついて嬉しいかもしれないですね。まあそういう人もいるかもしれないですね。あら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 、まあ、こう考えてみると初めから松永ペースだったのかもしれないですね。握手も含めて全部ね、いや最初の奇襲やられてたのも含めて。試合巧者ってありますよね。そうですね、やっと来たね。他団体での名イベントじゃないですか、はい、ということはね、自分で治るチャンスですからね、はい、デスマッチ王からするとね、そう簡単にやられないでしょう、はい。まあ、高津城バトラーズのリングといえば本当にデスマッチですよね。そうですね、デスマッチ魂に火がついたのかもしれないですね。うん、 M魂、はい、そして来たるべき大根田さんに向けての電流爆破デスマッチ、夢がつながるわけですね。そうですね、やっぱりこう M なんですか最近よく言われますね。どれぐらいの M のような気がしてきますね。まあでもね、特別デスマッチとか、っていうのはなんだろう、技術を見せる云々じゃないじゃないですか、はいはいはい、もう血出してなんぼなんで、はい、そういう部分ではまあ1回だけ、もう本当に自分の、世界を広げるためにやるにはいいかなとは思います。これがやっぱりこうね、君と社長の愛通常があって、やっぱりこうバカにされたくないっていうのはやったこともないのにはダメなんでしょ。そうですね、はい、マルチャーやるのもそうだし、はい、マリテュードやるのもそうだしね、外人レスラーでやるのもそうだし、全てはそこに通じてるもんね。やっぱりこうやったことがないでしょって言われるとね、はい、だからまあ女性に対してもそういう気分があるじゃないですか。え、女性に対してですか、ね、やったことない女性がいると、はい、世界各国の女性にね、はい、うん、今度は手ですよ。手はもう殴れなくしようと思ったんですかね、これ。あ、だからグリップリングが、グラップリングができると、はい、スープレックスがあるじゃないですか、はい、それを妨害してますね。さあここまではもうペースは松永ペース。逆にあの額が割れたことにより、はい、松永選手が最初にこう放送本部に火つけられたって感じですね。そうですね、で君の血を釣ってる、まさにドラクラ、そういう感じじゃないですか。君の息血を吸ってますよ、まさに。こんなことがあっていいのか、ミスターデンジャー。脇固めのように一見見えます、実は手を差してるというね、はい、これが巧妙ですよね。そしてリストロックと思いきやまた一箇所立ち、自分で見てても気持ち悪いです。裏選挙ですかね、表選挙かもしれないですね。この体中の傷は伊達じゃないぞ、ミスター松永。さあもう一度小村黒い気の根を止めるか。これで石川祐希も、ヘッドバット、もう一発、5、6、まずいった、アレックが持ったぞ。もうここら辺無意識じゃないですか。そうですね、もう血、もうこの時点で1リットル弱出てます、ね、でしょう、はい、だからもうまさか自分が今持ってね反撃してるか。これまた噛みついてる、アレックの M 魂に火をつけたか、ミスさん。天井は松永水色、火を返した。あー、あれまた火やろうとしてたんですね。ジャックハマー、これはゴールドバーグの技ですよ。はい、あのメキシコ帰りにアメリカで教わってきました、そっからあれハンドロック3、タップアウト。しかし
し離さない、まだ離さない、アレクサンダースカッ、ここら辺はちょっとどうでした。もう VTR 見てもそうですよ、ほらほらほら、うん、もう全然、ね。